俺のこと忘れたの？結婚まで約束した仲なのに。人生に疲れたサラリーマンと12年ぶりに再会した年下の幼馴染。しばらく住まわせてくれない？は？こんなに飯がうまいって思ったの久しぶりかも。おはよう。近いんだよ。なんでこんなずうずうしい野郎に育っちまったんだよ。どうせヒロは俺に落とされるんだから。俺はあいつを。パーフェクトプロポーズ